就活まるごとズバリシニアライフサポートの日力の提供でお送りします。はい、この時間は毎月第1、第3週にお送りしています。就活まるごとズバリ、人生の終わりどう迎えるか、お墓や葬儀どうするべきか、本人にとっても家族にとっても悩みのためになっている方も多いと思いますが、このコーナーでは幸せな人生のしまい方ができるよう、就活にまつわるさまざまな疑問悩みを解決していきます。お話をお伺いするのは日力の代表取締役社長、三浦理沙さん、よろしくお願いします。こんにちは、大須良院のご紹介をさせていただきます、三浦です、よろしくお願いいたします。はい、今日のテーマはこちら、三浦社長、第2回大須良院見学付きディナー会について教えて。はい、はいはい、去る7月19日に開催いたしました大須良院見学付きディナー会ですが、おかげさまで大好評のうちに終了いたしました。たくさんの方にご参加いただき本当に嬉しかったです。はい、まあ、あの夜ね、楽しさ、それが温かさは参加された皆さんにすごく伝わったと思いますけど、うん、まあ、あの皆さんね、ああいう硬いところじゃなくて、なんか気楽な感じで就活について考えていただけたのは良かったですよね。はい、ありがとうございます、うん、皆様にはまず大須良院の納骨堂と斎場をじっくり見学いただきました。実際に施設をご覧いただくことで大須良院の魅力を直接感じていただけたのではないでしょうか。そうですね、納骨堂の厳かな雰囲気や斎場の穏やかな空気感、特別でしたよね、うん、まあ、それにあまり普段ね、そんな簡単に行き来する場所でもないの で、はい、なんだかちょっと気持ちが落ち着きましたね、うん、ありがとうございます、そして見学後にはお料理とお酒もお楽しみいただきました。はい、はい、ということで、まあ、料理ですけどもね、うん、ちょっとまあ、僕と大橋さんが食べるローストビーフが早々となくなったんで、僕と大橋さんは焼きそばとちょっとした寿司しか食べてなかったんですが、野菜チップをいただいてました。そう、野菜チップ、野菜チップいただいてました。まあ、でもリスナーの皆さんはすごいなんかええ雰囲気でわきあいあいとしてましたもん ね、はい、よかったです、はい、そういった好評のお声を受けまして、第2回目の大須良院見学付きディナー会を12月3日に開催することが決定しました。はい、ということで年末またこの会が開けるんですから、今からちょっと楽しみしております、ね、はい、今回もオープニングでは高安寺の渡辺ご住職が温かく皆様をお迎えしていただけます。そして施設を見学いただいた後はお食事とお酒をお楽しみいただける時間もご用意しております。はい、見学の後のディナー、前回はビュッフェ形式でしたが、みんなが取り合ってしまうということで今回は飲み放題付きの仕出し料理ですねちゃんとあるってことですね、ちゃんと一人ちゃんと一つずつあるってことですね、はいはい、食事しながらだと、まあ、皆さんの表情もぐらいね、お酒飲んでると会話もはずいますから、うん、ね、皆さんが普段の、まあ、就活にまつわるお悩みや疑問を気軽に話してくれるのもいい感じですもんね、うん、そうですね、私も皆様と交流を深めながら供養や就活について気軽にご相談いただけるような場にできればと思っております。はい、ということで今回は、リスナーの皆さんには嬉しい企画もご用意してるんですよね。はい、ズバリリスナーの皆さんに楽しんでいただけるよう、納骨堂にズバリの思い出のイベントの画像を楽しめる番組の生前バカを特別にご用意したいと考えております。ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。そうですね、だからまあ正直言うと北野誠のズバリバカですねお墓になった、そうだ、納骨堂に北野誠のズバリバカという墓をちょっと一度、はい、こんな感じですよと作ってみようと、思い出を振り返れます、思い出を振り返れます、ね、これはまこしらに参加された方々の写真とかいっぱい載ると思いますので、ね、ぜひともこの参加してもらいたいと思います、うん、改めてイベントについて説明しますが、第2回就活まるごとズバリ大須良院見学ディナー会を12月3日火曜日夜6時半からの開催です。僕と大橋さんですね、はい、場所は地下鉄名城線上前津駅から徒歩3分の大須良院です。立派な建物でございます、うん、前半では納骨堂斎場の見学を見ていただき、後半では飲み放題付きの仕出し料理と僕と大橋さんのミニトークショーも楽しんでいただきます。参加料は税込み3000円です。参加申し込み方法ちょっとだけ複雑ですけど、まずよく聞いてください。はい、お名前、住所、電話番号、年齢を書いていただいて、メールの方はこちら CBC ラジオの特設サイトからお願いしたいんですが、いつものズバリメールではありません。そうです、 CBC ラジオの方を開いていただいて、ホームページまず行きましょう、はい、でトピックスっていうのが番組ずらずらって出てくる、その下にトピックス一覧があるんですが、はい、その上から今6つ目ぐらいに、はい、このイベントのサイトがあります。大須良院のイベントが、はい、北野誠のズバリの横にちゃんとついてま す、はい、そこをクリックしていただくと、こちらからメールフォームですっていう赤い印がありますので、はい、そこから申し込みをお願いいたします、はい、
あとファックスの方は 052-263-6800、 そしておはがきの方は郵便番号 460-8405、 CBC ラジオ就活まるごとズバリまでお願いいたします。お二人以上で申し込まれる方は応募者全員のお名前を必ずご記入ください。当選者には後日番組スタッフがお電話でご連絡いたします。締め切りは11月17日日曜日となっております。詳しくはこちらも CBC ラジオの特設サイトをぜひご覧ください。はい、まあ、ちょっと CBC ラジオのホームページの方に行っていただいて見ていただければわかると思います、はい、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。皆様とお会いできることを心から楽しみにしております。たくさんのご応募お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで宮野社長ありがとうございました。ありがとうございました。あなたの人生の集大成を家族とともに美しく、日力はそれぞれの思い出が詰まった就活をサポートします。幸せな最後を私たちと一緒に。就活まるごとズバリ、シニアライフサポートの日力の提供でお送りしました。